デイビッド・アカムは、ガーナ出身の同国代表プロサッカー選手。ポジションは FW。ハンマルビー・イーフ所属。レッドベリータウン FC と契約を締結し、2009年12月にデビュー。2010-11シーズンは、エブシャム・ユナイテッド FC でプレーする一方、ホレスト・グリーン・ローバーズ FC にも席を置いていた。2012年3月。 スウェーデンのエステルスンド FK に加入。2012年8月、ヘルシンボリーフに移籍。当初はシーズン終了までエステルスンド FK にレンタルの形で残留する予定だったが、8月中にヘルシンボリに呼び戻された。2014年12月19日、メジャーリーグサッカーのシカゴファイアー FC に特別指定選手として加入。2018年1月19日、 総額120万ドルの金銭トレードでフィラデルフィアユニオンに移籍。2019年5月8日、コロンバスクルーに移籍。2019年5月16日、2020年シーズンよりナッシュビル SC に加入することが発表された。2013年3月の 2014FIFA フフワールドカップアフリカ予選でガーナ代表初招集。2014年5月12日、 デイキャップながら 2014FIFA ワールドカップ暫定登録メンバー26人の一人に選ばれた。しかし、6月2日に発表された最終登録メンバーには残れなかった。2014年11月15日、アフリカネーションズカップ予選のウガンダ代表戦でガーナ代表デビューを果たした。2015年10月にアメリカのグリーンカードを取得したため、MLS では 国内選手扱いとなっている。ありがとうございます。